テーブルの足で、ここ長かったらこう切ることになるけど、こう、こう、で、こういうことだ。あ、いいね、うん、いい高さだね、うん、こんな感じ、良くない？これいい高さって、これ出てきたけどさ、え、飛ぶの、外で抜けるから。あ、そういうこと、うん、その半端な分だけ1個さ、作ってさ、うん、こうクッション的な感じで置いとけばいいんじゃないの、うんうん、そこに置いてもいいじゃん、うん、そっちの横にこう置いてもいいさ、でもここは置いとく、うん、もう据え付けとくってことだね、基本は。お！これがあの冷蔵庫の下にゴムがついてて、うんうん、でみんなに聞いたら、うん、っていうか、まあ、ご親切、皆さんにご親切、50人ぐらいの人が消しゴムできる。ありがとうございます、本当に、はい、で一回これ試してみようかなと、うんうん、消しゴムあったと、うん、ね、うん、娘の残してた、お気に入りみたいな。消してみるよ、うん、あ、ダメかな、方向がその木の方向になってるね、ちょっと薄くなった、ちょっと薄くなった、うん、うん、ちょっとあれ、たくさんの人が言ってましたけど、砂消しっていう手もあるんじゃないですかね。そうですね。はい。あ、でもこれ結構切れる。結構切れる。いいんじゃない、それで。まあな。適当な。いや、だって汚れるよ。だよな。うん。ね、綺麗な綺麗なままでね、使えないですよ。うん。てか、すでに私全然気になってなかったし。あ、そう？うん、どこみたいな感じだった。ありがとうございました。はい。あんまり落ちませんでした。はい。それと、今日やっとこうかなと思うのは、うん、ほら、トイレ。トイレ、うん、来たよ、うん。これは、何トイレっていうの、ポータブルトイレ。ポータブルトイレ。うん、届きましてね、うん、これ一回ちょっと、まあまだ、うん、使わなくていいんだけど、別に。うん、まあその、なんていう、位置をね、ちょっと置いてみて、うんうん、本当に可能なのかどうか、うん、可能じゃなかったらどうすんのよ。いや、もうあなたは使うことは分かってるじゃん。あ、まあ僕はほらあれだよ、だから痩せろってことだよ。違う、あとズボン全部脱いでから行くんだよ。これ意外とでかない？意外とでかいね。だってなんかちっちゃいの売ってたような気がするけど、だからあれじゃいかんのか。こちらだって、だってキャンカーショーで売ってたじゃん。アマゾンで奥さん、でも一応さ、こたのみんな奥さん同じだったよ。あれ、これさ、ちょっと待って、ね、なんかないよ、ほら、これ何も入ってないよ、その中に入ってんじゃないの、その便器の中、すごいいい匂いがする。あ、なんかすごい見慣れたようなその薬剤と、これね、これね、アクアリンスプラス、うんうん、これね、使った後とか全部入れてるからね。自分で掃除するからいいよ、大丈夫だよ。うん、まあこれで、あるは全部入ってた。うん、よいしょ、うん。斜め置き案があったじゃん、うん、斜め置きとかできないじゃんね。これが一番広いんじゃん。例えばこれこうね。うん、これこうね、うん。僕がもう脱いでたとして。うん、はい、脱いでます。下半身も脱いでます。こう入る。近いの。あ、あのね。あ、いけるじゃん。え？とか怖い。めっちゃ反省、懺悔部屋みたいになってる。あのね、うん、意外とでも余裕、うん、立ち上がれる、うん、まあここをドア開けないと、うん、ここまあちょっと手すり、手すり欲しい感じ、手すりないと厳しいけど、うんうん、ただここでやっぱりこうよいしょよいしょやってから、うん、まあまあまあ、これでもトイレ動くね、これじゃね、うん、あら、大余裕だな、うん、いいじゃん、うん、これさ、海外のサイズなんでね、多分、うんうん、すごい大きい、お尻が余りそう、これ国内、なんかお尻大きいんだけど、海外かな、正式にもうこの角度でいいやってなったら、うん、なんか下のところに木をちょっと打ってさ、動かない、動かない、うん、これはトイレがガン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 って動くよ、これなんかこうさ、うん、こうやるだけでいいわけでしょ。そう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 。
1ミリ1ミリか2ミリ削ってるとまだきついの。補強するためにね、これをつけます。1着、2着、3着。はい、続いては床。床はどの辺にしようかな。真ん中はここなんですけど、ちょっとつけてみましょうか。よっ、これを。はい。この位置です。なるほど。お、意外とちゃんとつくもんだな。この高さも調整してみました。ちょっとグラグラするのかな。どうなんだろうね。はい、これでどこにつけるんですかね。いいよ、あとやっとこう。そんな感じだね。はい、そんな感じ。それで一体、これで中央だもんね。はで、きっちりとテーブルが固定できるように。テーブルをセッティングしてみます。まずこれをここに挿して、そしてよっ、これをよいしょ、ここに合わせて挿すと、はい、これで完成。まあこんなもんか。うん、ちょっとぐらつくけどね、しょうがないか、このまま。うん、おいいんじゃないですか。うん、いいんじゃないですかね。はいはい、これ落ち着いてね、まあご飯とか食べられるんではないかと思います。やりました。なんかすごい、今日テーブルしか作ってないのにすごい達成感。なんだろうこれ、嬉しいな。いやー、もういけるねこれ、車中泊。